天下統一の陰に武田信玄。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は天下統一の陰に武田信玄について紹介していこうと思います。戦国時代は豊臣秀吉の天下統一によって終焉を迎え、徳川家康によって完全にピリオドが打たれました。織田がコネ、羽柴が月氏、天下持ち、空は徳川との言葉もあるように、織田信長によってある程度の形ができると、豊臣秀吉が最終調理、そして最終的に天下統一を完全な形で果たしたのが徳川家康なのですが、そんな徳川家康の天下統一の陰に武田信玄が。一体これはどのような話なのか、紐解いて見ることにしましょう。織田信長の台頭は信玄のおかげ？織田信長は今の愛知県の大名、信長が家督を継いだ時にはまだまだ信長は一大名に過ぎませんでした。そんな信長の天下統一への一歩目といえば、やはり桶狭間の戦い。当時の織田家と今川家の関係を考えると、信長の勝機は限りなく低かったものの、結果的に勝利を収めます。その後、嫁の実家とも言うべき美濃を手中に収めることによって加速がかかっていきます。しかし美濃を領土とすると大きな問題に直面することになります。それは武田信玄と領土が隣になってしまったのです。武田信玄は今の長野県、山梨県を治めていた大名、一方信長が勝ち取った美濃は岐阜県。そうです、武田信玄と隣接しているエリアなのです。それまで武田信玄にとって信長は隣接していないので、最近生きのいい若いのが出てきたなくらいなものだったことでしょう。しかし隣接するとなれば話は変わります。世は戦国、弱肉強食の世の中では、相手から弱そう、勝てそうと思われたら攻められるのですが、その頃武田信玄は信長どころではありませんでした。そうです、上杉謙信です。後に川中島の戦いと称されるこの戦いは、幾度も戦が行われ、どちらが領土を拡大したわけでもないので、いわば引き分け。勝利者が出なかったからこそ歴史のロマンとしてとても高い人気を集めているのですが、現実的に考えると信玄が上杉謙信に夢中になってくれていたからこそ、信長としても美濃はもちろんですが、その後畿内を制圧することができたと言っても過言ではありません。もしも信玄と謙信の間に戦が起きていなければ、信長としてももしかしたら信玄が攻めてくるかもしれないとの緊張感や、現実的に信玄を見越して守りの兵も割かなければなりませんでしたので、あれだけ急速に畿内にて領土を拡大することはできなかったのではないでしょうか。その後信長は信玄の跡取りである勝頼と長篠にて戦い勝利を収め、その勢いを満天下に知らしめることになるのですが、長篠の戦いでの勝利もある意味では信玄が影響しているのです。なぜなら長篠の戦いは武田勝頼が少々無理をした面が強いのです。武田勝頼は信玄の後を継ぎ武田家の当主となるのですが、信玄の四男なので諏訪家に養子に出されていたのです。信玄が急死したことを受けて武田家の当主に収まるのですが、信玄が亡くなっても信玄を支えた重臣たちは健在です。そのため勝頼のことを下に見ていた節があるのです。何をしても偉大であった父信玄と比べられた勝頼は、重臣たちに辟易していた部分もあるかもしれません。そういった重臣たちを見返すべく勝頼は戦い続けました。武田といえば信玄があまりにも有名すぎるのですが、実際に武田家が支配領地の面積という点で最大のものになったのは勝頼の代であることは歴史の事実。偉大であった父親を超えるために必死になって戦った勝頼だからこそ、長篠でも重臣たちが出直した方がと進言したものの、果敢に挑んだのではないでしょうか。徳川家康の天下統一の陰に武田信玄あり。豊臣秀吉の天下統一と武田信玄はあまり関係性が見られないのですが、
徳川家康と武田信玄は実は関係が深いんです。まず徳川家康は武田信玄と直接戦陣で刃を交わしました。1572年三方ヶ原にて戦を挑んだものの、信玄に敗北した家康、馬印まで倒されるなど、まさに大惨敗を期したものですが、その武田家は信玄の息子勝頼の代に信長によって滅亡。その際信長は武田狩りを敢行、武田家臣は根絶やしにしろとの指令を出し、武田絶滅の行動を起こします。戦国時代、武田家が大きな藩都を築けたのは信玄が優秀だったからというのは間違いないのですが、家臣団も優秀だったというのもまた間違いありません。その家臣団を部下にできれば織田家にとっても悪い話ではないのですが、信長は何かに取り憑かれたかのように武田狩りを敢行。しかし家康は密かに武田の家臣たちをかくまうことにしました。家康にとって武田家は敵ではありましたが、決して憎むべき存在ではありません。むしろ家臣団に加えることによって徳川家の力になるのは明白なので、家康は信長に内緒で武田の家臣たちを保護することに決めました。徳川四天王の一人、井伊直政は赤備えで知られていますが、それも旧武田家臣たちを配下にしたので赤備えとしたのは有名な話です。その井伊直政は小田原征伐や関ヶ原の合戦で活躍したのは説明するまでもありません。また家臣団への登用だけではなく、徳川家康は武田の軍法を採用します。武田の旧臣たちを入れたからと言いたいところですが、家臣であった石川数正が秀吉のもとへ出奔してしまいます。石川数正といえば、徳川家康がまだまだ弱小勢力の頃から家康に従っていた家臣、徳川家を取り仕切っていたと言っても過言ではないとても大切な存在なのですが、秀吉のもとに走ってしまいましたので、システムの変更を余儀なくされたのでした。何も変えなければ徳川家のシステムが全て秀吉に筒抜けとなってしまいますので、軍事システムをどうすべきなのかで悩んだ時、武田家求心が多かったこともあって武田式へと変更したのです。家康の父親は信玄？とんでも説ではありますが、家康は信玄の隠し子説がささやかれています。もちろんこれは史実的な観点から考えると信憑性は皆無なのですが、家康が敵ではあっても信玄のことを尊敬していた点や、先にもお話ししたように武田家の旧臣たちを囲って救った点、さらには軍法を武田式にするなど、信玄に対してのリスペクトを様々なシチュエーションで感じ取ることができます。武田軍法が確立された点などから、家康は武田信玄の隠し子なのではないかとささやかれているほど、この話が生まれるくらい家康が武田信玄を特別な存在だと感じていたのでしょう。信玄の影響力はとても大きい？織田信長や徳川家康といった歴史上のビッグネームだけではなく、信玄は様々な武将に影響を与えています。歴史アニメやゲームだけではなく、大河ドラマにも選ばれるなど知名度も高くなっている真田幸村ですが、彼もまた武田信玄の影響を強く受けている一人と言ってよいでしょう。そもそも真田幸村の祖父である真田幸隆が武田信玄の家臣、その影響もあり、幸隆の息子であり幸村の父でもある真田昌幸は武田信玄から我が目なりと称されるほど信頼を集めていました。二度にわたる上田合戦や大阪の陣で家康を苦しめた二人ですが、その根底にあったのは武田の DNA であることは間違いないのです。まとめ、戦国の歴史に興味を持ったきっかけが武田信玄という人もいれば、あの人気歴史ゲーム信長の野望で戦国の歴史に興味を持ったという方も多いでしょう。私もその一人です。実はその信長の野望の生みの親、渋沢孝氏が信長の野望の前に手がけた作品が武田信玄と上杉謙信の戦いである川中島の合戦でした。多くの人を魅了した武田信玄ですが、存在そのものが様々な影響を与え、戦国時代の多くの武将だけではなく天下統一そのものにも影響を与えたは言い過ぎではないはずです。
最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。